どうも、名探偵小屋です。アンバサダー戸江です。小屋さん、はい、うちらのね、はい、都市伝説で一番伸びてるコンテンツ知ってます？もちろん。はい、わしじゃよ、新一。そうなんです。やっぱコナンって、はい、絶対的にみんな見てくれるんですよ。みんな大好きですからね。そう、みんな大好きだし、うん、やっぱ犯人探しっても一つ楽しみの一つだし、コナンってやっぱ殺人とかね、事故とかを扱うから都市伝説が生まれやすいと思うんですよね。そうですよね。そう、そんな中で昔からこれ言われてる有名な都市伝説を今日持ってきました。え、何ですか？それはですね、はい、名探偵コナンの中ではとある死について触れられない。え、あんなに死にまくってんのに？そうなんですよ。実はですね、コナンって今までにもう累計1000人以上の人がお亡くなりになってるんですよ。そう、だから死神とか霊花鳥は呪われてると。確かに確かに。そう言われがちなんですけど、はいはい、まあ累計1000人以上死んでる中で、はいはい、作中で死亡の原因が極端に少ない死因があるんです。そう、例えば撲殺とか、はい、歴史とか、いろいろこう考察とかあるじゃないですか。何が一番少ないものですか？分かっちゃったかもしれない。なんですか？ペロ、青酸カリ。あー、毒殺。そうそう、みんな毒に耐性持ってるから。いやいやいや、なんでその、何その耐性は。ほら、青酸カリ舐めても大丈夫なんやから主人公が。あ、なるほどなるほど。そう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 。いや、そうじゃなくて、あ、違う、耐性とかそういうことじゃなくて、はい、実はですね、ガス中毒死なんですね。へー。はい、もうコナンってもう1000話とか言ってるわけですよ。はい、その中で作中で唯一そのガス中毒で死んでる人間はたったの2名。1000人も死んでたよ。1000分の2。そう、その辺のスクラッチ当たる確率より高いんちゃうか。ほんまやな、すごいな。はい、これがですね、もう戻れない2人っていう回と、はいはい、被害者は工藤新一っていう回の2回だけがガス中毒死とされているんですね。はいはいはい、はい、他にはもう有名な死に方ばっかしなんですけど、うんうん、ガス中毒死がなぜか2件しか事例がないと。これどう思いますか？なんでなんですかね。はい、これなんでかと言いましたら、現実世界にしてみるとかなり物騒な場所なんだけど、なぜガス漏れやガス爆発は起きないのかというと、うんうん、はい、そこには大人の事情というのがちょっと関わってるらしいんですよ。ほう。はい、コナンのテレビアニメには日本ガス協会っていうのがスポンサーについてるそうなんですよ。あー見えてきましたよ、話が。見えてきました、はい、これね、別件なんだけど、僕ね、はいはい、中学生の時に、うん、ラジオの時間っていう三谷幸喜監督の映画を見に行ったことがあるんですよね、はい、で、そのラジオの時間の中ではそのアドリブでどんどんポン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 シナリオが変わっていく内容なんだけど、うん、その中に飛行機が落ちるみたいなシナリオが書かれたの、うんうん、で、その時にそのスポンサー役のね、人が航空会社がついてるから飛行機が落ちてシナリオを変えてくれみたいな。あー、はい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 、はいはい、劇中でこうポンポン変わっていくんですよ、はい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 、つまり実際のアニメとかドラマの中でもスポンサーのやってる仕事、業種、業態によってはシナリオを変更せざるを得ないこと多分あると思うんですよ。あー、だからあれでしょ、 M1 の王者にパンクブーブーがなられへんかったみたいな、そういうのでしょ。あ、そうそうそう、オートバックスがやってるからみたいな。そう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 。そういう闇深いことも多分あるんだと思うんだよね。はい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 。映画になると、うん、コナンの映画の名物の一つに爆破シーンだと思うんですよ。確かに。そう、橋が爆破される、建物が爆破される、それ取り残されたところで新一とランがちょっと濃いな感じになるとか、すぐ爆破するからな。そう、そこから飛び降りて平治とカズハがいい感じになると。確かに確かに。そういう感じの演出にも使われたりするんですけど、なぜじゃあその映画になったら爆発するシーンが多いかっていうと、当然ガスによる爆発とかっていうことがスポンサーが違うから描きやすくなるわけですよね。そういうこと。そう、あ、スポンサー違うんや。違うんす、映画はまた違うスポンサーなんで、だからそのためにガスに良くないイメージをつけさせないために、まあ、そのような事故とか事件では起こらないようにしてるんじゃないかと。はい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 、はい、まあ、そういう反動からアニメ制作スタッフはこれがあまり気に入らないようで、劇場版では大爆発させるシーンがまあ多いんじゃないかっていうことが今回の説ですね。なるほど。ただね、日本ガス協会というのは、はい、今のコナンのアニメからはスポンサー降りてるんだって。そう、だからもう多分解禁はされてると思うんだけども、はいはい、まあ、過去のスポンサーに配慮してか、また違う僕たちは見えてないその黒い力が働いて、うん、そういうシーンはあえて描かれないにしてるのかっていうのはちょっと都市伝説なんですね。へえ、なるほどなるほどなるほど、はい、そうなんや、はい、本日のプレハザスコアは、はい、72です。72、はい、まあ72はちょっと7月20日に書きてるんですけど、7月20、はい、20、うん、まあ確かこれぐらいの時にある2人の芸人さんがね、謝罪会見をしたわけですよ。してたね。はい、まあ、そこで言ったのがね、うん、まあうちの事務所の、うん、まあ、株主は、うん、テレビ局やから、うん、
もう絶対このネタが表に出ることはないと、もう出たとしても表には出えへんと、うんうん、そういう風に隠蔽できるっていうね、うん、話があったとかなかったとか、圧力層のね、そう、まあそういう風にね、やっぱ株主というのもね、とても闇の力を持っているね、怖い人たちですね、うん、株主イコール黒幕説ですか、そういうことです、はい、本日の動画が良かったと申しは、ぜひご覧くださいご覧ください。どうさ、次回のコエッキースタジオなんですけど、はい、ちょっとね、言いづらい、ちょっと特別な会なんですか、いよいよ僕たちこの世にいなくなるかもしれない、株主の話はやりすぎた、それもそうだし、はい、ちょっと重要なことを皆さんに発表しなきゃいけないので、あさっての動画は必ず見てください、よろしくお願いします、それでは See you、 チャンネル登録して待っててね。